タカリサコは、フランスイブリシュルセーヌ出身のプロサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー。LB 社東流の下部組織で育成され、2005-06シーズンのリーグで s c バスティア戦で、トップチームデビュー。翌シーズンに、プロ契約を締結。2009年7月9日、リーグアンの AS サンティティエンヌと4年契約を結んだ。2012年8月29日。 フットボールリーグチャンピオンシップのウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC に220万ポンドで移籍。8月30日のフットボールリーグカップ、ノーサンプトンタウン FC で、初出場、初ゴール。カーディフシティ FC 戦で、リーグ戦初出場。2015年8月5日、プレミアリーグのクリスタルパレス FC と3年契約を、結んだ。8月22日のアストンビラ FC 戦で、 移籍後初出場初ゴール。2018年10月2日、ウエストブロムビッチアルビオン FC にフリーで加入、シーズンいっぱいの契約を結んだ。2019年1月27日、クリスタルパレス FC に復帰することが発表され、シーズン終了までの短期契約を結んだ。シーズン終了後、契約満了により退団。ありがとうございます。